あ、できたできた。入れた入れた。これで入れたわ、多分。まあ、以外にもいろんな食べ方がいっぱいなんかあってでしょうね。この人これで入れたはず。向こう俺映ってるかな。そういう。あ、映ってる映ってる。ここに映ってたわ。いろんなちょっとそれなりにあの漫画家の大きな。ここに映ってここにいたわ。ここにいるから多分これで出番が来たら出るはずだ。こんな狭いところにポツンと映ってるから。卵だけで4口で食べる。他に誰がいるのこれ。なんかライブチャットやってるみたい。なんかライブ何人いるの。右か左かで変わるんです。何が変わるんですか。多分カレーライスみたいに食べるのかどうするのかみたいなことだと思うんですね。ご飯の。なるほど。これなんかその今まで自分が絶対スルーさせないよ。まだミュート、まだね、全員ミュート外れないから。いろんな人がいるなっていうのすごくもう勉強になる。まだ全員ミュート外れないからさ。さらにはこれだけは自己満足になっちゃう。あくびしてる。めっちゃあくびしてる。つまらなさそうにこの人。見られてると思ってないんだろうね。めっちゃあくびしてる。広報の女性の人。はあ、どんな人がいるかなと思ってさ、見てんの。これライバル、この人当てられそうだな。なんかライバルだ俺の。で、なんかおかずは大体分かってるんで、ご飯がちゃんと立ててるかが気になるし。なるほど。いや、チンポ出した瞬間に終わるだろ。さすがにポコチン出した瞬間に俺 A 番食らうでしょ。つうかこの人選ばれてない。あ、消えちゃった。崎陽軒のいろんな人がいるじゃん。じゃあ俺も自分の分時だけやる。許されないでしょ。ですね、このあの梅干しあるじゃないですか、ご飯の上。はい。この梅干しを一回全画面収録にして自分の分パッて。わあ、めちゃくちゃ。ちょっと音聞こえないからさ、向こうの配信タイミングがあったら教えてね。タイミングがあったら教えてね。この続きは本番で。本番で。向こうの音もちょっと大きくしないとわかんない。もちろんいらっしゃるわけですよね、幕張に。もちろんもちろん。はい。なんでちょっと話を聞いたり本を手に取ったり。うるさいこれ。できるので。ちょっと周りでちょっと詳しく聞かせていただきたい。よろしくお願いします。ありがとうございました。当日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。うわー、もっと来てやべ、ずらすのなかった。いつ戻すかみたいなのもありますし、大手飛車角みたいな。今来た。どのタイミングで手が切るのかなって思って、僕がちょっと勇気を出して切ってしまいました。やばい、この我々のテンションの上がり方めちゃくちゃ面白い。バーンって、もうだって、はい、みたいにその熱く語れる面々がもうたくさん集まってるわけですもんね、はい、マニアフェスタは。で、なんかその自分で作ったその研究成果をまとめた、ミュート外れないんだもん、待って。テーブルにホストがミュートをしてるって書かれてるのに、ミュート外れないんだって、まだ。もちろん版も本も買える。最高じゃないですか。めちゃくちゃ気になる。もうちょっと抜けて買いに行こう。行きたい、行きたい。行こうね、行こうね。行きたい、行きたい、本当に。いろんなこういう人たちがいっぱいいる場所がマニアフェスタですね。はい、そうね。こういう。スキツヨコンテンツが集まってる。これなんか僕は絶対呼んでよかったって言えるイベントだと思います。もう間違いないですよ。はい、こちらはね、一体どうなっていくのかも、はい、現地参加しつつ、はい、情報をお待ちしましょう。はい、本当ありがとうございます。以上、マニアフェスタボリューム6からの、はい、ありがとうございました。さあ、続いてもいきましょうか。続いても面白そうですね。はい、はい、企画こちらです。まだだよ、まだまだ始まってんじゃん。ただのバカじゃないか、これじゃ。いや、まだ始まってなかった。ちょ、トイレ行ってきていい？トイレ行きたい。だって今まだ宣伝してんじゃん。ちょっとトイレ行ってくる。お、トイレ、ちょっと、こんなジュース飲んだら、トイレ行きたくなっちゃう。これ飲んだら、ちょっと、発射してくるわ。ノーベル賞のパロディー。人々を笑わさせ、考えさせた業績に贈られる賞がイグノーベル賞ということで、日本人としてはドクター中松さんとかをはじめ、27組以上が受賞しているそうです。はい、で、日本人は2021年9月には日本人15年連続受賞を記録している。日本人も結構なんていうか頭おかしい研究をしている方がいると。はい、で、そんなイグノーベル賞は社会的評価を気に留めず情熱を傾けた風変わりな研究の数々であり、この展示ではそれを分かりやすく解説し、受賞式の様子だったり受賞研究の体験ができるというものになっています。はい、そしてじゃあ何見れるのみたいな話なんですけど、はい、スライド入場料3000円、どこ、何ですね、その推し権総選挙、見えないね。そのイグノーベル賞
の受賞作品、受賞研究の中から、ニコニコ超会議幕張で大仏、あ、興味ない、どれが面白かったっていうのをちょっと投票していただきたいなと思いまして、音上げろ、何の音、大仏、興味ないって言ってんじゃん、だってつまらないじゃん、彼って。で、誰かがつまらないと面白くできないコンテンツの人は、見る価値ないの、ね、よ、だから俺、何も彼に対して関心がないね、ごめんなさい。なんか人類史上最も用途不明な研究の関心がないの、そもそも悪口言われても不穏のレベルで。はい、でこれの他にね、このエントリーナンバー2、悪口言ってんの、あ、それしかなか、多分ネタがないんじゃないの、少し遅らせて、かわいそうだよね、それしかネタがない人って本当にかわいそう。の話と、このナンバー、でもやってなくないの、眠ってる人を起こすのに、やってんの、あの中のわさび濃度発見、彼らってこれを利用した装置の開発のこの2つはなんまだやってんの、幕張でご体験いただけるそうです、うわ、うん、だって喋る、いや、あおるというかつまらないじゃん普通に、ね、小池桃の所詮おまけじゃん、小池桃の所詮おまけのお前は小池がいなかったら成り立つことができなかったんだよ、で結局自分の一人の力じゃ何もできなくてね、はしゃいでやってるけど、で今も慣れ合ってるだけじゃん、どうしようもないよお前はな、でおまけには興味ないの、ね、自分が主人公じゃなくておまけには興味がないの、単純にただのおまけ、ね、おまけがたまたま、ね、ふわっち芸やってるから今ぷわって伸びてるだけ、そこら辺を、ね、自分の勘違いしてるんだから、で別れた女のことをいつまでもネチ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 悪口言っちゃってさ、みっともない、だから近づく女性の人気をつけて、彼は付き合ってる時は優しいかもしれんけど別れたらネチ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 一生言われる続けるんだよ、下着まで売ろうとしてね、ね、別れた女の下着を餌にビッグニートとか呼んでさ、気持ち悪いじゃん、単純に、うん、気持ち悪い、うん、所詮ね、小池、ね、小野町子がね、小池がいなかったらお前なんて存在せんかった人間なの、だからね、親方と一緒にラブホテルに行ってね、パックンチョしたくせにはな、何がだいぶ小物だわお前なんか、うん、大仏っていう大っていう名前つけてるやつほど小物だから、うん、ね、じゃあなんで親方とさ、ね、ホテルに行ったの、ね、教えてよそこ、ね、本当に好きなんだったら、ね、小池じゃなくて親方とは何だったのお前な、ね、そのそこ言われると濁すんだよあいつな、勝負小物がよ、ね、暗黒24時間ウォーキングではさ、大仏の覆面かぶって頑張って歩いて金梅さんと大喧嘩してね、しょうもないよお前本当に、いや酔ってないっつうかさ、まだやってんのってレベル、え、まだそのね、別れた女の芸やってんの、かわいそうじゃん、いつまでもいつまでも、だから俺もうそれぐらいでもう俺あと興味ないんだよ、ご自由になり合ってください、ご自由にしてください、こうして、あ、そう、こんな小物よりも小物よりもこっちの方がメインだから、まだ凸じゃないでしょ、うん、手のマークを、え、そんなのあるの、どこにあるの、え、追い出されたんだけど、ちょっと待って、あれ手のマークってどこ、薬師寺官報喫茶まだないですよ、住職ダンスミュージックユニットのタリキエコ、バンするの、うわ、え、バンするっつってんの、ねえ、何、あ、何、俺バンするとか言ってんの、誰が言ってんのそんなこと、個性豊かではちょっと語り尽くせないですよ、やば、すごいですよこれは、ぜひ音でも体感したい、続きましてこちらです、ドン、暴れない動画、いや、それやってくるんだ、じゃあもういい、話題出せねえ、セミマル P の元実施です、動画供養とはニコニコ動画に投稿されたものの日の目を見ることのできなかった動画たち、あ、もういいよいいよ、バンするってちょっとやばいから、そうすら話題出せなくなっちゃうわ、100以下マイリスト数10以下、いずれかを満たすもので、やばいね、自分が悪口言ってきて俺が言い返したらバンするっつってんの、やばすぎるよ、
自分が悪口言って俺だって、ね、向こうの悪口一切出してなかったんだけど、うん、向こうから悪口言ってるって情報が飛んできたから言い返したら、じゃあ言ったとか言ってバンするってさ、やばすぎるんだろそれ。俺何も言ってねえじゃん、だって何にも言ってないじゃん。向こうから言ったって情報が来たから俺言い返しただけじゃん。やばいね。まあ、ずっと悪口が好きなんだろうね。はい、素晴らしい情報ありがとうございます。所詮ね。まあまあもうこれ以上言わないわ、うん、いや煽っとけばいいじゃん。相手してないから。そもそも相手する価値がないの、うん、そもそも相手する価値がないんで、やめて。だから話題に出すだけ損する。損しかねえ。しかも俺今酒が入ってるからさ、え、追い出されてる。え、ちょっと待って、まだ追い出されてる。あれ、あ、追い出されてるから。いや俺直接会ったら、直接俺会ったら言うよ、言いたいこと。あいつネットを通じしか言えない。俺直接会いに行って喋ってもいいよ。な、行きたくねえけどね。そこまで 言いたいことあるなら全然顔見合わせて言えばいいじゃん。将棋の番外企画として実施し、非常に人気の高かったニコニコオリジナル企画です。どのような企画か改めて説明ですが、早速興味がないの、うん、向こうの会う気がない。俺ビッグニートとは別に仲良くするつもりあるけど、ただしないの。ただのカラオケ採点対決ではございません、ね、歌が始まると同時に難問詰将棋が出題されます。歌いながら詰将棋の問題を頭の中で解かなければなりません。そして詰将棋を解くことができれば、解いた分の点数が採点に加算。あ、全然興味ない。まさに棋士ならではの戦い。全然興味ない。悪いけど。つかまともに見たことがない配信だから、そんなに情報ないのね。まずは、うん、まともに見たことがない情報だから、まともに見たことない配信だから、興味がない、うん。レベルが低いし、なんかその、ねえ、あんまり関わる気がしないです。はい、いや見て、本当に見てない、うん、本当に見てないし、なんかメカゴリラと変な豚と、なんかあと元カノが来たあたりからが来たらしいじゃん。本当に見てないんだよそこら辺から、うん、でわざわざなんかね、切るタイミングなくしてんでしょ。全然どうでもいいと思ってる。人生が変わったと語ってですね第1回詰将棋カラオケではゴーゴーマジック、そもそもがもうゴーゴーマニアックですね。ゴーゴーマニアックを、ね、煽ればいいじゃん。俺興味がないからさ、相手してないの第3回ね、相手してないの。そもそもそんな3ね、1人じゃ何もできないからっていう3人集まってなんか喋ってんでしょ。ご自由に言ってください。直接文句も言えず顔見合わせたらシュンとなるようなね、連中が言っときゃいいじゃん、うん、いやマジで興味ないもん、うん、だから話題出しても俺はもうなんか相手する気がないんだよ。そのレベルです、はい、そのレベルです。だいたい横山赤ちゃんだって市役所職員が作ったネタを自分が言ったかのように喋ってるだけじゃん。もともとあったネタでしょ、うん、じゃあ全然直接言ってもいいよ。お前どういうつもりなのって、なんか言いたいことあるよ言えばって、みっと俺言うこと、彼らに会ったら言うこと一つだよ。みっともないって、いつまで別れた女の悪口ネチネチ言ってんのってね。しかもさ、いっぱいあるよそんなもん、みっともないっていうこととか。いやお前が来いよ、なんで俺が行かなきゃ。俺お酒飲んでるからトゥクトゥク乗れないんで、ね、俺お酒飲んだからトゥクトゥク乗れませんな。いつまで慣れ合ったら部分見せてんの、気持ち悪い連中だな本当に、うん、でも直接行くと逃げるんだよあいつらは。ビビってな、ビビって逃げるから会話ができないの、まともに。いや俺別れてるじゃんスパッと言って、でもこいつはね、もう他に別れてる死んでやるとか首つあね死んでやるとか言って脅してんの女の人ね。そこが情けないしみっともない。自分をねそうやってやってやろうとしてんだよ。自分がね分かれたらねそうしてやるとかで脅してんだよ裏で、うん、本当にそういう部分がみっともないと思うよね人として。だお前が来いよだったらいつでも相手してやるよ、ね、俺は今日は行く気もないよ。だって飲んじゃったから行きようがないからさな。本当にみっともないよ、いつまでもネチ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 さね、別れたって決めたくせにネチ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 さ悪口言って。
恥を知れよ、ね、ああいう男見て俺はイライラするの。別れたなら別れたでそこで終わりじゃん。 YouTube のチャンネルを開設したものの将棋ではなく大食い動画ばかりは。だからもう向こうと俺はもうそうする気ないですはい、だから向こう3対1だろ。だから3人いなきゃやれないんだよ、はい、3人いなきゃ所詮1対1じゃ無理だから3人いなきゃ、ね、できないだけ。3人いなきゃよね相手ができないんだって。情けない男たちだよ、うん、一人でやれよ。続いて4月30日の企画、まあ、小物が3人集まってね、ようやくキングギドラになって戦いを挑もうという部分ですよ、ね、だから僕はもう、ねまあ、このね、本当はねこっちの未来やりたいんだけど、あまりにもこっちの未来がしょうもなさすぎてそっちの方に行っちゃうのはしょうがない。すいません、今チーム対抗何度かカラオケやってるけど、すいません、全然泣く気もないな。まだまだきっとおかしなことになるんでしょうね。僕はまあでもそれよりもこっちのズームで早く挙手するためにまだまだね粘ってるだけだから、こっちのズームミーティングではいって言って意見言ってね、入場料についてのことを聞きたいがために待ってるだけだから。そしてまだまだございます。続いての企画はこっち、公式とそっちの方やってんだ今。ちょっとこれまだかかるんかな、公式とつまち2時間経ってるんだって。お話聞けるそうですが、いけそうですね、2時間で泣いてるじゃん。泣いてんじゃなくてお酒を飲んだから顔が赤くなってるだけだよ。お酒を飲んだから顔が赤くなってるだけだって泣くわけねえだろ。あんなさあ、あのしょうもないとっつぁん坊やみたいな男にディスられたごときで、うん、何年やってんだろう。もう暗黒放送全然悲しくもないし、むしろ、ね、どこ泣いてんの？いや別にそういうのないですね。はい、で早速と、まあ、どういった企画があるかということなんですけども、次のスライドお願いいたします。はい、ごめんなさい、リアル企画から、リアル企画から。とかまだズームのやつやらないのこれ。はい、つかね、多分54人、あでも54人も参加してるから当てられないんじゃないかな。このミーティング。54人も参加してるもんだって、はい、これ当てられないんじゃないの。もうこれ54分の1の確率っていうとさ、毎年公聴会議ですね、公開でいつもやらせてもらってるステージなんですけども、今回は豪華です。これこの人と喋ってる、個人的にあのこの人と喋る、この集計さんと喋ってみた、はい、あそうか、これカメラ、ごめん、カメラ向けても自分に映ってるから意味ないか、間違えた、カメラ自分に、はい、自分に向けてるからダメだ、意味なかった、ウェブカメラ、こちらのカメラと、はい、アイドルマスターミニオンライブ、何パオーンって、ご紹介2012視聴版、何パオーンパオーンって、はい、アイマスもですね、久々の、ステージ企画になるんですけども、裏から久保田さんは当てないでなんていうさ指示出たらやらせだよ。だって僕は本当に言いたいことがあるんだもん、しかもこれはユーザーのために言いたいことがあるんだから。本当にやっぱり3年ぶりという形なので、皆様パオーンって俺ギフト切ってるけど、うん、随時全然興味ない。名前変えとけてても。すみません。あ、名前、名前変えるって言っても変える方わかんないし。出演者とか出るのかなってみんな多分思ってる。すみません。次の出演者ですね。じゃあちょっと、じゃあ続いていきましょう。はい。で次ですね。はい。なんで泣いてるの？いや泣いてない、顔が赤いだけ。単純にお酒に酔っ払っちゃって顔が赤いだけ。はい。ニコニコで RTA の文化ってこう非常にですね、人気のあるコンテンツかなと思っているんですけども。前回ネット聴会の際はですね、こちらネット聴会の企画として、投げ銭興味ない。だったんですが、今年はですね、幕張メッセで特設ブース。だってつまらない人たちが集まっても面白くできないんだから、しゃあなくない？各一人一人でやってたらわかるよ。つまらない3人組が集まっても、結局それ以上いかないっていうのが結果なんだよ。残念ですけど。ね、早く解散したら、いつまでもいつまでもさ。ね、男女の気持ち悪い、別れた、付き合った芸をやってるよりも、ね、今からトゥクトゥクで行きましょう、無理、捕まる。っていうか、トゥクトゥク壊れたから預けてました、今思ったけど、俺のトゥクトゥク、また今年壊れちゃったから、今年3回目か4回目の、壊れで、で今また修理工場に出しちゃったから、しばらく戻ってきません。ということで、はい、では、こちらどういった企画かというとですね、はい。ドライブ配信に視聴者がコメントやアイテムで参加できるコラボ楽しい。いや俺はもう面白くないと思うよ。出展いただきました。はい、ね、ではフィンガーさん、まあ、フィンガーって何ですかってことなんですけども、既存の動画配信サービスを使用してカップって何ですね、一緒に
全然意味わかんない。何のこと言ってるかわかんない。新しいゲームプラットフォームになっております。うわ気持ち悪い。視聴者の方ですね、コメントを返してゲームさん、ね、気持ち悪い、変なバカがなんか踊ってた、気持ち悪い。こういうのが好きなんだ、やば。うん、はい、でこちらもですね、協会ですね、気持ち悪すぎる、ですね、うん、29日3日こんなんで受けてんだ、行っていきたいと思っております。ドン引きしたね、まあ、多彩なですね、うん、ゲストの方からも予定しておりますので、こちらやばいわ、こちらもこいつら、ここまでの情報なんですけども、うん、はい、どこを待ちいただければと思います。いや関わっちゃいけない人たちだな。まあ、スタジオに花粉が舞ってるんで仕方ないです、はい、つまらないし関わっちゃいけないんだ。ごめんなさい、ちょっとふうさんのね、すごい滑りだよね、めちゃくちゃ我慢してたのに。やばすぎるよ、これで受けてんだよ。助かりました。クソ寒い、うわ寒気がしてきた。何今の、寒気がしてきた、ガチで寒気がした。うわ何がおもろいのこれの。やばこいつら、本当にやばいんだと思うわ。今年もいやいやいや、ドン引きしちゃった。ちょっと悪口言うっていうか、もう普通に寒気がした。今までこのネット紹介の際に寒気がするし、なんか一人で受けてると思ってるかもしれんけど、よく小学生がさ、小学生が親戚の家でなんか踊る感じ、それ見ちゃってる感じ。小学生がなんか、頭の悪い小学生がなんか親戚の目の前でなんか踊ってる感じがしちゃって、見てて辛くなってきた。はい、ディスるのもそれはやめるわ。かわいそうなんか。かわいそうになってきた。なんかそこまでしなきゃダメなんだなと思って、かわいそうになっちゃった。ごめんね。うん、気持ち悪いというか、もう気持ち悪さを通り越して、ちょっと別の人種に見えてきちゃった。すいません。へー、うん、どんなになるんだろう、面白そう。いや面白くないね、全然つまらないよ。次の、スライド痛々しい、そんな感じですけども、うん、制作中という形で、はい、でちょっと今リアルとネット両方の企画をいろいろとお話しさせてもらったんですけれども、はい、リアルの方もですね、ネットの方も、うん、まあ、ああいうの見て喜ぶ人もいるんじゃない。ありまして、それはつうか、まつうか、もうこの放送も切っていいか、これも Zoom ミーティングも全然来ないしさ、なんか俺こんなことでさ、枠取ってるわけじゃないから、もちろんこの発表とか、だって面白くないもん、このミラーしてても全然質問のコーナーもしないし、ずっとなんかこんな説明聞かされてるだけでしさ、だしさ、調整必要ですからね。分かることになったらもう全部出せるようになったら一気にドカーンと増えそうな気がしてます、はい、勝手に。だって直接彼ら喋らないじゃん、俺全然喋ってもいいよ直接、どういうつもりなのっつって言ってね、いつまで俺本当にここで片方一方的な悪口言うよりも俺喋って解決したい方だから、どっちかっていうと喋ることによって解決したいからさ、なんか一方的に言ったって通用しないじゃん、ポンプ乗るだけ。だって電話も知らねえもん、一切関わってない。行きたくはない、お酒飲んでるから喋る気もないし、慣れ合う気もない、あいつらと。自分、私ですね、実はニコニコドワンゴ入ってですね、ちょうど今3年経ったんで、だメカゴリラがいる時点でもう行きたくないの、もう本音言うとメカゴリラがいる時点で行きたくないの、実は。2019年のリアルの状態の際だったんですけども、はい、やっぱりその時運営として楽し入らせていただいて、あ帰ったの、自分自身も非常に楽しくて、うん、メカゴリがいるとちょっと俺あまり苦手なの、あの人、嫌いとかじゃなくて苦手なんですよ、やっぱりコロナのせいで、うん、まあ、せいでっていうのはあれですけども、2年間どうしてもこう難しかったっていう状況が、なんでかというと、ね、旅部に久保田がいるなら参加したくありませんで、ね、はっきりと自分の放送で言ったの俺聞いたから、それ聞いた瞬間に、あこの人とはもうダメだなと思ったから、俺だってお前の悪口なんか一言も言ってねえじゃん、でもそいつがそうやって言うんだったら、あもう無理だなってなったから、だからメカゴリがいるんだったらちょっと関わりたくないですし、向こうにも迷惑かけちゃうんで嫌です。楽しいコンテンツをお届けできるようにですね、日々尽力しておりますので、皆さん、メカゴリラ誰だ、誰かわからん、あのゴリラのような会場に行くのが難しいっていう方もです、誰のことかわからない、どうしてですね、ぜひ、知らない、いただければと思いますので、何卒よろしくお願いします。はい、さん、ありがとうございます。根に持つね、結構ね、だって俺お前と悪口かかってもらえない、そんなこと言われる筋合いないから、はい、バルクアップして、はい、頑張っていただきます。ハーベストワーカー、ありがとうございます。ありがとうございます。といったところで、以上、超ゲームビクニが電話してもいいけど、知らない、電話番号知らないっつう、お前がかけてこいよ。企画はこちらでございます。ドン、だから俺、凸町携帯さ、使えない。はい、こちらちょっと凸町携帯しか今つながらないんで、文句ならかけてこれば、こちらです、どん、うん、
モーカナ080-298-4-0140までおかけください。こそ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 悪口言うんだったらよなあ、直接言ってこれば恥ずか恥を知るよ。いや俺からは書けないよ、籠城なんかしない。だってあ向こう3人いるじゃん、でしょ。3人いてもまさか1人に勝てないよ、ね、3人いても何もできないんだね。では続いてそんなイベントをつうか俺つかそんなあつかまだ質問コーナーを始まらないんですか。質問コーナーが始まったらもう切っちゃうけど、まああのコットン太郎氏はねこの後なんか番組あるみたいな、言わしときゃいいじゃん勝手に。宣伝しといてくださいよってもそっと昨日言われたんですけど、まああんまりパクは宣伝しないでおきます。してください。太郎さんが22時から頑張るそうです。続きましてのスライドでございますが、こちらはい、各コーナー紹介させていただきます。まずはコンパス超合戦。でだって彼らは俺と対面すると負けちゃうのね。だから俺は別に、あ俺かけてこればって言って向こうからかけてこいな、いつでも、こちらはいつでも君たちと違って電話番号公開しておりますんでね。こそ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 悪口ね、3人いなきゃ悪口言えないの、恥ずかしいね本当に。3人いてようやく悪口が言えるんだ、はダサすぎるわ、挑発に乗るとかもう、まあみっともないなと思ってるよ、うん、みっともないなと思いながら見てるよ、ね、そして今下にニューって書いてありますね。いや電話でだって俺行けないもん、お酒飲んじゃったから、ね、電話すら言えない、何もできない、ね、面白くすることもできない、ただねむしゃむしゃとね寿司食ってコメント見てやってるだけ、真ん中に豚置いて、うん、終わっとるわ、うん、安弘、うつぴ、何もできない。だから一方的なことしか言えないじゃん。俺は全然しゃべ言いたいことがあるならかけてこいよって言って言って出してるよ。でも何もできない。終わっとる。コンパス公式大会、てっぺんバトル、1月から4月までの勝者がグランドスラム出場への切符をかけて戦う。真ん中に豚の置物置いてたんじゃないの？複数あるコンパスの公式大会の勝者一度は違ってた、ごめんなさい。あごめん、置物かと思ってたら、ごめんなさい、それは言い過ぎたわ。すみません、置物置いてたんかなと思ったらけど違ってたんだ、すみません。コンパスコスプレステージ。お着物かなと思ってちょっと言い過ぎました、ごめんなさい。豪華コスプレショーを開催、はい、今年は新作音楽ゲームコンパスライブアリーナに楽曲を提供するピッコさんによる DJ でコスプレステージのお届けが決まりました。さらにコンパスの世界を再現したフォトスポットもあるそうです。楽しみですね。え、だって豚王っていう名前じゃないの、だから豚の置物っていう意味じゃないの、だからてっきりあのそういう名前の人かなと思ったけど、踊ってみた、うん、コスプレ企画、ね、配信コンテスト、3匹の子豚と3匹の子豚が小屋の中にね閉じこもってなんか飯食っているだけかなと思って、すみませんでした、勘違いした。ライブアリーナ体験、はい、皆さんお待ちかねのコンパスライブアリーナですが、超コンパスステージ内に先行プレイコーナー、名誉毀損って誰のこと言ってるの、俺のあなたの悪口一言も言ってませんけど、そもそも現在鋭意開発、そもそもあなたに関心ないんで、めちゃくちゃ面白いよ。あもうやったんすか、当然ですよ、うわいいな、めちゃくちゃ面白い、てめえがかけてこい、で電話も知らないっつうの、お前がかけてこい、逆に俺とつまち携帯にお前の番号登録してないんで、だからお前がかけてくるしかないんだって。俺はいつでも待ちますよ、ね、いつでも待ってますよ、かけてほしいんだったら、俺はカラーが分からんから。ですが、企画コラボのご紹介です。こちら、ネット超会議2021で好評いただいておりました企画コラボ2022では超コンパスステージから。もういいでしょ、そんな三匹の小物相手にいつまでも俺がねえ喋ってても。まず飛び出すのは。いつまでも3匹の子豚を相手に俺がね かまってる暇ないでしょ、うん、寂しくないよ全然、一人のが楽、一人の逆にこのミラーする方も辛いけどな、うん、もう面倒だもん正直言って、正直言って面倒くさくなってきた、うん、こんな連中のこの3匹の相手するのも、うん、面倒くさくなってきたわ。当日の会場の状況により配布時間多少の変更の可能性がございますのでご了承ください。はぁ、あ、企画コラボその2、こちら超イタシャ天国
コンパス初となるイタシャ製作中とのことです。めんどくさいもん。ぜひイタシャエリアにも足を運んでみてください。いちいち、そんなんで。これも面白そうですね。どんなイタシャが登場するのか。そしてまだ始まらない。もうだからいいよ、向こうの話題はもう。こちら。もうだからめんどくさいんだよ、そんなもん連中相手するとは。もう、ね、こちらが言われた言った方言ったことに対して言い返したらこうやってなるからさ、うん、本当に嫌だわもうマジで、ね、本当にめんどくさいわ、ね、じゃあもういいよ、じゃあもう俺が謝ることでいいのね、じゃあもう言いませんよ、もう関わらんよ、じゃあそうしたら、はい、もう一切本当にめんどくさい。だって言われて嫌だったら俺のこと言うなよ、いちいち、ね、言われて嫌だったら俺のこと言うな。本当に開発中の新作音楽ゲーム、ハイフーさんも押せると豪語しておりました。コンパスライブアリーナの最新情報もお届け予定とのこと。リリース日とかわかるんじゃないですかね。どうなんでしょうね。はい、まあ、コットン太郎俺から言ってね、向こうから情報が来たからこれ言い返しただけだもん。でもいろんなまあコラボ機能だったり、加瀬さん言ってた方じゃあすいませんでした、加瀬さん。加瀬さんは黙ってたもんね。じゃあ加瀬さんに対してはすいませんでした。じゃあ両端のひげデブかメガネかどっちが言ったの？じゃあ加瀬さんに対しては俺言ってなかったんだからすいませんでした。黄色い置物とか言って。すごいことになってます。はい、盛りだくさんの出演者。加瀬さんには謝罪します。謝罪ですね。しかも右下見てください。ただしメガネかヒゲかどっちが来たの？さらなる出演者の発表期待されます。いや電話して、いや電話だ、分かんないっつうんだから、お待ちしましょう。つか電話自体が分かんない。といったところで以上コンパスステージ、加瀬さんには謝るお知らせでしたね。はい、すごい色関係ないんだったらでしたけれども、ヒゲかメガネかどっちが来たの？続いての企画はヒゲかメガネ。じゃあ LINE 知れたから、じゃあこっち一回配信切っていいじゃん。配信切っていいんだったら俺からかけるよ、ビッグニートに。こちらはどういうこと？こっちであの、こちらの配信一回切らんと枠取れんから。いい、それで。じゃあ一旦切るよ。でも行くとさ、切れねえもんだって。じゃあちょっと一回切るわ、じゃあ。負けじゃなくて、いやいや、無関係だったら言うよ。ヒゲに電話するわ、じゃあ。ヒゲに。今説明すると多分もう1時間ぐらい伸びるんで、ざっとググってください。で、それをなんと分かる。めんどくせえな、向こうのために枠切るつの。向こうのために枠切るのもめんどくせえな、でも。っていうのが、超 NFT でございます。ね、で、なんと、はい。つか、俺、こちらの方に集中したいんだけど、どっちかというと。ちょっとなんか。っていうかさ、みんなに聞きたいけど、このミラーってまだ。あの必要性あります、この公式、あの見てる、これもしかして、ね、もう見てないんじゃないのかと思って、これまさかと思うけど、もうニコニコ超会議2022の発表特番って見てないんじゃないのかと思ってさ、とっくに見てないの、とっくに、うん、とっくに見てないんだもん。やめとけよ、本当の小物だから。いいズームの、じゃあズームだけやらせてよ、せめてここまで待ったんだから。ズームのコーナーだけやらせて。ズームが、そのためにずっと待ってたんだからさ。まだやだよな、ズームのコーナー。ズームで直接運営の方に、今回値上げを1500円から3000円に跳ね上げたのね。跳ね上げたんだけど、それはの理由をまず聞いて、おそらくあのコロナ対策で言うんだけど、じゃあコロナ対策が収まった場合は入場料を値下げするんですかとか、なんでそんなにお金がかかるんですかとか、それ聞きたいんです。それが聞きたいから、もう雑魚どもに構わない、うん、だからもういいでしょ、だって、うん、ここまで遊んであげたんだから。ね、バカな質問するとまた恥かくの、いいよ別に恥かいたって。説明の時間かかるんで、今まあすごく短く説明すると難しいんで、会場で読んでもらえると嬉しいです。そうですね、分かんない人はここで勉強できるって場所ですもんね。ね、楽しみですね、これも。ズームのやつやりたいな、そっちの方やりたいな。分かりません、すいません、小物の場面すいません、すいません、ちょっと俺もちょっとあのようやく酒が少し抜けてきたわ。今ちょうどこのタイミングで少しお酒がヒュッと抜けてきたから、だいぶ冷静になりました。だからね、これ飲むとダメなんだって。通常よりもテンションがパーって跳ね上がってしまって、なんか思ってもないこと言っちゃうからさ。だからお酒っていうね、魔物に対して
ごめんなさい。日本ネットクリエイター協会という、はい、まあ、団体がありまして、孫氏の話してる？してないよ、超会議、まずはネットの、どっちでしてんの？なんかこれ、はい、昔っていうか、あの幕張で、幕張だけで町会議をやってた。いや、もうこれ以上飲むと本当に俺ね、捕まると思うよ。まだしてねえじゃんね、まだしてねえじゃん。あ、言っときゃいいじゃん。まあ、小物ほどね、悪口が好きなんで。いいよいいよ、全然言ってもらって構わんよ。俺の悪口言っても構いませんよ。気にもしてないし。逆に相手したら負けじゃない？だってもう電話かけてこれない時点でもう終わってんじゃん、戦いが。ね。電話かけてこれない時点ではもう戦いにならない。俺だって電話公開してるけど、電話かかってこないんだもん。仕方ないでしょ。秋田からそういう末はね。終わらんな、これも。まだまだ。長そうだな。なるほど、はい。で、お前、稼い狙ってないよ。だって人妻でしょ？うん、人妻だし、狙ってないよ。そもそも。そもそも狙ってないんですけど。そして、リアルではこんな感じ。大ちゃんまんのちょい上が勘違いしてるのやめて、それ。俺が一番ね、ある種いろんな悪口書かれても大体は平気だけど、大ちゃんまんのちょい上が勘違いしてる、それ最低の悪口だよ、ね、やめてそれ。大ちゃんまんのちょい上っていう、俺をさ言う、その言い方だからやめてください。一番嫌だわこの世で。へえ、いい大人たちが実況プレイをしてくれたり、あとですね、それを作った人が、あ、やばい、バッテリーがなくなってきた。ちょっと待って、携帯のバッテリーがなくなってきちゃった。携帯のバッテリーがなくなっちゃった。はい、以上、クリエイター全員集合ご説明した by JMCA です。ありがとうございます。ちょっと待ってね、携帯のバッテリーが、あー、充電間に合った。続いていきましょう。あの、顔が赤くなってるのはお酒のせいです。顔が赤いのはお酒のせいです。やってまいりました、東方ライブステージ。そしてズンビリと書いてありますが、しかまだ質問コーナー始まらねえの？公式見てる人教えて、質問のコーナーがあったら俺がすぐに手挙げて、あの、聞きたいこと聞きたいから、すごく、うん、まだ始まらない、ずっと宣伝してる。まだだよ、だってビールの宣伝してる。手挙げたらまだだって。どこ狙ってんの？どうしたんすか、ヒロさん。え？いや、俺だって今回町会議行くもん。で、あ、そう、町会議行った時に、今この間写真撮ったじゃん。写真、それをで、なんかグッズ作るから、それリスナーさんに無料でプレゼントします。その回知らない人にあげません。暗黒放送を見てるかどうかによって、で、ちゃんと会話ができた人には差し上げます。ただそれをメルカリとかで売るやつがいるかもしれんから、あの、そこら辺は対策したいと思います。はい、メルカリとかで町会議限定で渡すから。はい、それをベアードオンラインショップ、まあ、毎回ベアード、だって写真撮ったんだもん。せっかくだから。でもさ、売ったらそれタレント気取りだよ。でも俺は無料であげるっつってんじゃん。自腹で木つく使って無料であげますよって言ってんだから。自腹で作るから。加藤の引き出物転売、それ俺じゃないです。加藤の引き出物転売したのは僕じゃないです。すごい肌触りいいやつでしょ？確か。どっか行っちゃった今。あれ？まあ今度見せるわ。さすがにそれやったら終わりだよ。もう人間として終わるわ。人間としてそれやったらね、さすがにそんなことしないよ。の方はこちらですね、ネット会議のネット期間、まあ、幕張ではやってない時期、はい、4月の25日26日に川崎クラブ、だから待っててください、ね、ライブをがっつり見せなくてもいいだろ、あるよ、だって手元に。これでしょ、この、はい、T シャツ、ね、これはありますよ。
うわはい、よいしょ。なんか東方系、まあ、安心してください。っていうかさ、この後ゲームやろうと思ってんだけど、何がいい？教えて。この後どっちがいい？あのね、あるゲなんかラブワールなんとかっていうラブワールなんとかっていうやつと、あと雪のゲームと GT なんとか。ドキドキはもう一生やりません。人生生きてるうちには絶対やらないんで、ドキドキ以外でね。ドキドキ文芸学部以外で、あれはもう本当にもう一生やりたくない。見たくもない。映像も見たくない。エーペックスは嫌です。だって面白くないもん。見ててわかるじゃん。だって俺がエーペックス放送見てて面白くないなんて思ってるものを自分がやって面白いと思う？下手くそだし。特に俺自分が上手ければいいけどさ、下手くそなんだもん。下手くそな人のプレイで、しかもリスナーに求められてないことを長時間やるってさ、おかしいと思うじゃん、明らかに。自分が求められてんだったらじゃあやろうかなって思うけど、リスナーが求めてないんだよ、エーペックスを。でそれを長時間やるっていうことが、あこの人案件だなって言われても仕方なくなっちゃうの。そうすると、いや半分以上ちょいくらいですよ、はい、でもだから自分の合ったやつやろうとしてるじゃん。はい、企画はこちらです。ドン超声優祭、っていうかさ、ちょっと待って、まだ半分なんだって。この公式の発表これ終わらんくない？今ちょっと公式 見ながら喋ってるけど、まだこの時点で半分らしいよ、発表が。いやもうちょっと待ちくたびれて顔色が、もうやめていいもん。さすがにこの時点で半分だよ。だって2時間20分経って半分しかまだ発表してないんだって。だったら一番最初のやつカットすればよかったじゃんな。できましたので、じゃあちょっとスライドお願いします。まだ半分らしいわこれ。はい、じゃあまず調整委員会について発表させていただきます。じゃあ次をお願いします。はい、今日はですね、今の段階、いやもう終わろうかな。じゃあ、うん、させていただきます。あ、いや小池のおまけが何をが関係ないから、うん、小池のおまけが何を言おうが俺にはそうなんだというレベルだから、ね。日本最大級の声優、だから小池に粘着してんじゃない、彼は。だからいつまでもこ、ね、別れた女に小池ももちえんももちえんとか言って気持ち悪い声出してやってんじゃないの。みっともないよな、ね、女のおまけ、ね、女のおまけがね、あのいつまでもいつまでもいいじゃん別に、うん、だっておまけなんだから。俺加藤のおまけでもいいよ別に、ね、加藤のおまけでも全然構いませんよ。でも別れた女のおまけよりマシだからね。おまけね、俺つかさ、俺が言った悪口パクらないでね、おまけくんね、所詮お前は金魚の糞とかおまけだからな。いつまでもね、ももちえんももちゃんとか言ってさ、小物らしく生きてください。これからもね、こそ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 とおまけらしく生きてください。俺は一人でできる。お前は小池がいなきゃいろんな女にねアタックしてな。最初は誰だっけ、冒頭ね、デート冒頭配信してさね、振られて、次は親方と言って親方と一緒にねラブホ配信ね、で配信終了後にペッティングして、本当に気持ち悪いなと思いました。それ聞いて本当に女に飢えてて気持ち悪いなと思いました。はい。でももうこれ以上もう小物の相手するの疲れるんだよ、はっきり言って。見てないんだから。情報がなさすぎて、小物の情報を引き出してもないからさ、負けるに決まってんじゃん、情報不足なんだから。小物の情報をね、いつまでもやってる場合じゃないんだって、俺は今。いいでしょ、もうそろそろ。小物のネタは。ブラックロックシューター、ドーンホール、などなど、ディズニープラス、の中で、おまけはもういいよ、もう、おまけネタいらん、おまけは、小池のおまけはいらんもん。こちらちょっと番組出演者とかに言ってついた後日だ、見てないから情報が分かんないんだもん、こいつがこの情報がこうだったから、はい、だからいいじゃん。続いてお願いします。はい、ディズニープラスさんのもう一つの方ですね、マーベル&スターウォーズの特番の方なんですが、はい、だから俺向こう3人じゃ俺一人やってんじゃん全部で、煽らなくていいよ。から劇場公開される、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネス、スターウォーズの最新ドラマシリーズのオビワンケノービ、これらの作品を中心として、日本語、吹き替えの、担当の声優さんと、迎えて、コメントなんかどうだっていいんだけど、面白そう。
ございます。もう終わっていいか、もうこれ始まるね。ちょっとアンケートっていい、もう僕このみ、このね、今やってて辛いなと思ってることがあって、その今なんで俺が放送こんなにダラダラダラ引き延ばしてるかっていうと、あの挙手のコーナーがあるのね。それをずーっと待ってんだけど、まだこの時点で半分しか終わってないと言い始めてんの、運営さんが。で、そんなの別にさ、まあいいやなと思ってきてんだよね、正直言って。こちら、皆さんご存知の方多いと思うんですけども、だってもう挙手できないんだ、これずっと待ってなきゃいけないんだもんなって思うさ。去年の制裁でももういいかなと思ってんだけど、俺はだからもう入場料に関してやろうかな、やりたかったんですよ。なんか入場料に関して。でもう5名並ばれたらもう勝てんですよ、これは。はい、すごい。濃いですよね。はい。小物、いや小物はいいよ、もう頑張って、ね、頑張って俺のネタを出してうまく配信引き伸ばせるのはいいじゃない。はい。皆さん黒い服。エペックス、だってゲームやるとさ、なんかもうまたダウンロードに時間食うし、どうしようかな。じゃあやってもいいよ、エペックス。だからクソつまらんと思うし、ルールわかんないけど、じゃあアンケート取っていい？これアンケート取っとんの？どのゲーム、GTA かラブ R かエペックスか麻雀。どうやってアンケートの？じゃあこれをもう手あげないよ、俺もうこのズームミーティングから抜けるけどいい？ズームミーティング、あと雪山のやつもあるわ。雪山のやつ。いや今日明日久々に休みだから。明日休みだからやろうかなってこと。初めて見るよって人もすごい面白い番組で。でも雪山もやったことないじゃん。ドキドキはやらないです。怖いから。雪山もろいの？雪山ってのは、なんか、これ、雪山ってのはこのゲーム、これおもろいの、雪山。どういうゲームなの？ちなみにこれ、雪合戦するゲームじゃないよな。これ、どんなゲームなの？これ、いや、案件じゃない、ガチで案件じゃない、案件だったら案件ですって絶対言うから、そんな隠したくないの、案件。誰かさんみたいに APEX3 時間やって、ワンキルやりま、ワンキル失敗したら、激辛焼きそば食べますっていうのじゃないからさ。本当楽しそうですね。そうなんです。もうこれ、現場、まあまさにそうなんですけど、ベイスターズのお話をされてる時の森川さん、本当こんな感じの。おもろいのかな今年はどうかなみたいな。すごく。うん、案件だったら、もしこれが案件だったら嬉しい。命かけるわ。じゃあこれがもし案件ということが発覚した場合は、俺はね、ニコ生の人生かけ、俺そこまで言うときはガチだから、そこまで言うときはガチのときだから。案件のときは案件って言うの？隠すやつか、逆におかしいよ。この背景どっかに武田さんいるとかはないですよね、もう。賭博麻雀はしないですけど、いろんな情報ありますけど、まだあるんですか？はい、すいません、まだ。でもゲーム楽しいんかな。こちらインターネットラジオステーション温泉の特番ですね。だからちょっと一回携帯で枠切っていい？案件取れないから、携帯だと、携帯電話だと案件が取れないから、一回携帯取っていいですか？携帯切ってこっちのパソコンから枠取って、やんで、このズームミーティングも切っていいですか？もうどうする？もうズームいいよね、ズームはもういらないってこといいよね。じゃあ一回ズーム切るわ、うん、ズーム切ります。ありがとうございました。ズームはもういいです。長すぎるんでちょっともうギブアップです、僕が。さすがに長いよ。